れませんので、はい、こういうところに鯉の足し、はい、そうですね、上から入れてってあげてもいいぐらいだろうと思います、はい、で、こうにじ、ちょっとにじますような感じ、そうです、ちょっとでは、そうですね、縦で入れていってもいいですか。ただ、はい、もうちょっとね、濃いめの調子でスタートしていってもいいぐらいなんでしょうね。面積が広い分ね、ちょっと多めに作っていってあげてもいいと思います。これだけの、面積にこの絵の腕ということになると、ちょっと濃い部分が作りづらいんですね。伸ばしていった時にかなり薄くなってしまうということになるので、多めに、はい、作っていってあげていいですね。そうそう、はい、まあ、最初このぐらい、はい、濃いめの調子で作りました。そうですね、ちょっと濃いですけど、でもありだと思います。このぐらい強い調子で入れといても、黄色でしたらそんなに悪影響はしませんので、はい、で、ね、濃いめの上にまた、大料理で、濃淡も少しつけていくというふうにしてます。濃淡の調子というのもうまく出てます。で、下地の黄色と大料理の調子というのはうまくコントラスト効かしてくれてるんですね、はい、あとその手前の葉っぱのあたりですね、そこを、そうですね、本当に部分的にちょっとだけ上がってもいいかもしれません。で、もうこれも綺麗に出てるんで、完全に乾いてから葉っぱの形を洗ってあげたりしながら、水彩だし、水彩だし、ガンガン効かせていくようにしていってみましょう。このコーナーというのはもうやっぱりそういうふうにしといていいんですね。でね、木の上の輪郭線の部分だけちょっと抜いとくということを意識しておいてみましょう。真ん中から白いとこ、白いとこちょっと残したまま、真ん中から下はかぶってきてもいいぐらいなんですね。でもこれ枝がちょっと明るく見えてますね。できればね、この向きのところも、白く残せるようにしたら、ちょっと残しとくようにしていってみましょう。